今日はヘルプ展30年後には消えてしまうかもしれないの高校生新聞部コラボレーションオリエンテーションということで1日お付き合いください。30人ぐらい乗れる船を3隻持っていて、世界中その船で世界中の海を航海しています。で、いろんな調査をしたりできます。あの赤いやつはこれミニミニ潜水艦で、色干ばつだったり大雨だったり大雪だったり、日本は、ね、水に困らないので使ってますけれども、世界中でサンゴ礁が白くなって死んでしまったりとかするんですよね。その他にもいろいろな海の生態系の変化があったり、海の中の酸性アルカリ性のバランスが傾いて酸性になっていったり、温暖化とか気候変動はなんかちょっと暑くなる話ではないっていう、すっごく多面的で、もう自分の生活というか地球に生きる上でこれから逃げられる人は誰もいないと。のもし温室効果がなく何にも大気がなければマイナス18度ぐらいなんじゃないかと平均気温が言われています。効果がなくなって温暖化ゼロになったらいいんじゃなくて、適度に温室効果が保たれるっていうのが重要なところです。でもそこに人間のいろんな温室効果ガス出す活動を入れると、こういうシミュレーションに、はい、はい、それを飲んで、他の人に見せて、見せません。私は、日本政府の代表です。現在日本でもですね、気候変動の、影響はかなりありまして、ここ数年でもですね、全国で、大雨や洪水、車窓でそういった、災害が起きていまして、連日の猛暑で熱中症患者の搬送も増えているなど、かなり影響が出ています。基金の資金額を2倍にすることについて賛成です。先進国、例えば日本やアメリカなどでは今まで温室効果ガスをたくさん出してきて発展してきたので、私たち発展途上国のような国にもそのような権利はあると思います。お金も技術も人も不足しています。そのためサモア政府としては先進国のせいで起きている気候変動、アメリカだったり、私は、日本の琵琶湖に住む、アユです。私たちの住む琵琶湖は400年前からあると言われる、世界でも20ほどしか存在しないとても珍しい古代湖になっています。その中で私たちは、化石燃料を段階的に廃止することについて賛成します。なりません。私たちは生きながらえることができるのか、氷が減りプラスチックとかいうクラゲのような透明なゴミが、私はホッキョクグマです。あのホッキョクグマがこう絶滅の危機に、陥ってるっていうのは、やんわりとはしてたんですけど、確かに深刻だなと思って、あと思ったのが、ホッキョクグマは、今は日本語で喋ってましたけど何も発言することができないじゃないですか。だからそういう自分から発言することのできない動物たちにも目をやって、そういうところも配慮していかなければいけないんだなと思いました。本当はこの地球にCOPの会議に参加する人だけじゃないんですよね。197カ国だけじゃないんです。全然違いますよね。アユもそうだし、クマもそうだし、ヤノマミ族もそうだし、他のたくさんの生き物もいます。でも実際は会議場に来てみんなで話せないですよね。話もできないし、だから NGO とかいます。色を測っておけば植物プランクトン量が大体わかります。で、上の方が色が濃くなってるのはね。で、この状態の時がいわゆる琵琶湖の不栄養化といって、最初はそのおかげで、1990年代の終わりからこう透明度がまた上がってきてるでしょ。でも皆さんね、このその世界的に有名な林制限湖礁といって、琵琶湖は林がない湖で、ね、世界的に結構有名な湖礁を汚したあかんのは直すのにえらい時間かかるということです。だから大きい湖ほどきれいにその赤潮っていう行動状態になったんですね。で、これね、これ赤いでしょ、やっぱり。で、ウルグレナっていう、このウルグレナっていうのは増えるときは植物で増えるけども、
増え切って餌が周りなくなる、窒素になくなったら、もう一回こんなやつね、ちょっと気持ち悪いね。でこういう一個一個のちっこいやつがウルグレナで、それが群体といって集まっていくと出続けてますですね。でこれ何が問題かっていうと、青子はまず見た目、あ、この下今でもあるかもしれない。であとはこういう水に浮いてくるものが詰まって水処理ができないということですね。で一番2010年ぐらいから赤潮は出ない、出てませんって言うてますけど、あのコロナもそうやろ、コロナってウイルスやけど絶滅無理よね、あのもう絶滅できないです。こういうふうに川から入ってくる、琵琶湖に入ってくるリンはヒューッと減ってるでしょ、減ってます。使ったことある人いると思うけども、これをワイヤー、あの紐とかワイヤーで、吊るしてヒューッと水菜を下ろしていくんですね。でこれあのメッシュといって、あの網戸みたいなふるいになってます。貧栄養っていうきれいな水はやっぱり生物量少ないので研究は難しくなるんです。で結果もきれいに出るとは限らなくて、だからある程度というか不栄養化していると生き物も多くって、でいろんな結果がダイナミックに出てくるんで、そういう意味ではあの研究するにはいいんですけど、僕は仕事は研究者かもしれないけど家帰ったら単なるお父ちゃんですから、お父ちゃんになった時はきれいな水もいいんですよ。だそれはちょっと難しいですね。なんですけど、その魚の住処であるヨシとかもリンが少なくなったら育ちにくくなるっていうことはあるんですか？実はリンっていうのは、泥粒子とかいろんなものの粒子、特に鉄なんですけど、よくくっつくんですよ。でよくくっついて、それが、無酸素状態になるとその粒子とか鉄にくっついてリンは離れてくるんですね。一つの琵琶湖だけ守るやつは滋賀県とか関連の、ね、京都大阪みたいなことになるんですけど、温暖化地球で取り込まないとなんですけどね。 SDGs だ、気候変動対策だって言ってくれるけども、いやいや、あのアメリカリッチになるためにアメリカ第一主義っていうのがあって、必ず反対の人もいるから、そういう人ともう根気よくディスカッションするしかないですね。ここ工業琵琶湖よりもっと水数が得るんだ、うん、あそこやったら精密機械なんか作るにはものすごく高い、いい水質の水が出るので、ああいう山奥のいいところに持ってるっていうのを聞いたことありますけど、はい、だから水質がいいっていうのは工業にもかなり重要なことですね、はい、何かしらその記事の核になりそうな言葉を付箋の中に落とし込んでいてください。言えないってな。青子どこや。青子やっぱ歌手。これかな。
で、この2つの内容を掘り下げた上で、この2つの内容のバランスを読んだ人に問いかけるという3段構成にしました。私が大事にしたいかなって個人的に思ってるのは、この高校生とどうつなげていくか、私たちがどうしていくことが大切なのかっていうのを具体的に読者に説明するのが大事なのかなと思っています。すごくいいなというふうに思ったのは、こういうふうにごちゃごちゃしたことですね。そして混乱したことです。それはすごくいいことですね。なんでかというと、それは、自分とは違う考え方も含めてもう一度出会い直してるから。こっちとこっちで向きを変えてます。で、なんでこっち向きにしたかというと、後ろにヘルプ点が入るからです。で、こっちとこっちを比べました。ただ残念ながらこっちの方がヘルプ点は入るけど良くなかった。素晴らしいですね。よく見て間違い探しみたいな感じですけれども、それが一つありますね。先ほども言ったように高校生の方を主役にしたっていうふうに自分は言います。自分はこれが一番感覚として近いんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうお話です。で、タイトルはメディアになるっていう話です。作られてる新聞の中で、似てるというか、新聞のそういう仕組みを使って、で、こう真ん中あって、でここもめくれへん、なんか見で、日本語の本って実はこの開きなんですよ。縦読みの本っていうのはこの開き方、それぞれ大切な学んだことっていうのが各チャプターに分かれてるので、でそれがこうページをめくると展開されるっていう作りになります。残されてたんですよ。ご家族みたいに残してらっしゃる。めちゃくちゃ貴重じゃないですか。だからその新聞を借りてきました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に新聞についてよく知ることができるいい機会だったなと、本当に今日がいい機会だったなと思います。まあ、この今日学んだことは、まあ自分の知識としてはもちろん、まあその後をついてくる後輩たちにも、まあ語っていけたらなと思いました。以上です。私たち虎踏高校の新聞では10月号の特集で、環境とか生物多様性をテーマに特集をする予定で、私自身その記事を作るってなっても、具体的に気候変動ってこんなに起こってるのかなとか、あんまり具体的なイメージが持っていないところがあったんですが、今日のお話を聞いて自分の中でもしっかりイメージが明確になったし、すごい驚きの連続の一日でした。今日一日振り返って、その気候変動って聞くと、ちょっと僕その大雨とか、そのすごい暑いとか大雪とか、そっちの方をちょっとイメージしちゃうんですけど、それこそそれの結果によって、その琵琶湖の生物の生態系に影響が出たりとか、その結果で起こることっていうのにも、まあ焦点を当てるのが大事やなと思いました。すごい勉強になりました。ありがとうございました。